ここに来た時は本当に頭に来てたの。だけどなんてことなの。至る所に武装した人たちがいたわ。誰かが逃げようとフェンスによじ登ったのを見たの。それに気づいたライアンの警備隊が彼女を指さしたと思ったら炎に包まれたわ。一体何が起きてるの。
蹴りをつける時が来たわ。臨床実験、大掃除システムプラス2度、ロット255。私は村長、クライアントはライアンインダストリーズ。とてもいらたたしい日だ。子供たちにビッグダディを印象付けられないようだ。プロテクションボンドが形成できない。村長こと怖いから出てけ。もし遺伝子の配列を修正したなら、その結果は寄らな。配列を殺せればうまくいくのではないか。ほら、出ていけ、この薄汚い人気夢。何何をする。下がれ下がれ。
バリューバーサス
誰も来ない人生を歩み始めた。ラプチャを取り戻すチャンスだ。早くアトラスに伝えなきゃ。きっと喜ぶわ。ああ、マクリントックさん、どうしたんですか。ちょっと待って。これを消そう。想像できないようなこの子たちの未来を開くことができるわ。
子供に贈り物を持たせるわ。気をつけてね。警告します。公共の場での5人以上の集会行為は有罪とみなされます。していることをわかるな。ポイントプロメテウスに行こう。男らしく話し合おうじゃないか。君と私と潜水球の上でな。想像もつかないほどのアダムもある。密輸業者は寄生虫の友人です。密輸業者を通報することは市民の義務です。